フレキシティフレキシティアウトルックシティランナーシティランナーは鉄道車両メーカーのボンバルディアトランスポーテーションが開発した路面電車車両のブランド名。車内全体がバリアフリーに適した低床構造となっている超低床電車で2017年現在はフレキシティアウトルックシーというブランド名で展開が行われている。フレキシティは ボンバルディアトランスポーテーションが手掛ける路面電車、ライトレール路線向けの電車ブランドで、世界各地の路面電車事業者の需要に応じた多彩な車種が展開されている。このブランドが成立した当初、その多くは、アドトランツをはじめボンバルディアが買収した各企業から継承した車種であったが、フレキシティアウトルックブランドに吸収された。 シティランナーについてはそれ以前からボンバルディアが独自に開発、展開していた超低小電車である。シティランナーは台車が存在する車体が存在しない車体を挟み込むという編成を組む連接車で最大7車体まで蘇生可能であるほか、機関も最小 900mm、最大 1495mm まで対応している。 最初に製造されたグラーツ市電向け車両を除いた特徴として、車内に段差が存在しない100%超低床電車でありながら、台車に車軸や枕バネが設置されていることが挙げられ、車輪も直径を抑えた昇景車輪が用いられている。これは100%超低床電車としては、世界初の構造でグラーツ市電向け車両のような車軸がない。 独立車輪式台車を用いた場合と比較して、騒音や振動が抑制されるほか、線路の摩耗も抑えられるため施設のメンテナンスコストが削減される効果もある。一方で車軸が存在するため台車が存在する、車体の床上高さが高くなっており、車内には緩やかなスロープが存在する。主電動機は台車側張りの外側に搭載されている。 構成の構え体はリベットを用いて組み立てられ、前面は繊維強化プラスチックが使われている。また外反も繊維強化プラスチックが採用されているほか、前面窓、側窓は強度を増した強化ガラスとなっており、衝突事故などの車体破損時の乗務員や乗客の安全が確保されている。また、側窓は顧客の要望に基づき、 太陽光の差し込みを抑制した着色ガラスとすることも可能である。屋根には冷暖房双方に対応した空調装置が設置されており、これを含めた電気機器はドイツマンハイムにあるボンバルディアの工場で生産されている。最初の車両となるシティランナーはオーストリアグラーツ向けに製造が行われ、1998年に 発注後2001年から営業運転を開始した。続いて、同年からオーストリアリンツ向けに車軸付き台車を用いたシティランナー2の製造が始まり、移行動形式をもとにした車両がフレキシティアウトルックというブランド名でヨーロッパ各国やカナダ、トルコなど世界各地に向けて展開が行われている。製造はオーストリアウィーンやベルギーブリュッセル、 ドイツ・バウゼンにあるボンバルディアの工場で行われているが、カナダ・トロント向けの車両については、同国・オンタリオ州にある各工場で生産が実施されている。また発注量数が少ない場合は、ボンバルディア側で車体や部品を生産し、各路面電車事業者の車両基地で最終組み立てを行う形も取られている。シティランナーが導入された、もしくは今後導入される、 予定の都市は以下の通りである。ユーロトラム、ありがとうございます。